井上慶之介井上慶之介昭和2年8月10日は、滋賀県会議長、衆議院議員を務めた、明治、大正期の政治家。滋賀県政の大御所として、当時知事が2人いると言われた。大見甲賀郡石部村に、石部寺家本陣、小島金左衛門の八王として生まれ、陽名を家之介と称した。明治3年に医師であり石灰製造賞。 経営していた井上圭介の養子となり、同20年には圭之介と改名した。明治20年大津自由党の創始者の一人、堺優の紹介で自由党系の活動に参加した明治23年板垣大輔が愛国高等を再興すると、井上は特に喧嘩の清掃年僧に呼びかけて、同党の主義綱領を宣伝したとされる。同年7月の 1> 第1回衆議院議員選挙では、滋賀県第2区において、堺井優を擁立し戦ったが落選した。明治25年県会議員に当選し、以後5回当選している。明治31年6月自由党と新保党が、合流し県政党が結成されると、同党滋賀しぶ議員になり、県会においては、同年9月県参事会員となった。 県政党は明治33年9月立憲政友会と解消した際、井上は政友会主が支部の結成に多大な尽力をしたと言われる。そして明治35年には衆議院議員に初当選し、翌年も再選した。その後県会に戻り明治44年10月県会議長に就任した。大正四年衆議院議員に会議先以降三期連続して当選し、 声優会本部総務や大義士会長を務めた。昭和2年8月10日死去した。ありがとうございます。